皆さんこんにちは。本日からは高級ホテル巡りです。でまず最初は分かる方はいるよね、マンジュリンオリエンタルホテルということで、本日はこちらにお泊まりします。Thanks. はい、で泊まるフロアに着きました。完全に楽器持ってなかったらもう本当に良くないよね。で今日は31日です。なのでパーティーがございます。それでもう今のこのちょっと柄の悪い服装見て、これやばいよね。ちょっとで今からスーツに着替えてサングラスも変えて全部変えていきたいと思います。素晴らしい眺めね。バッグをさっきポイッ置いたんですよ、4つ。お部屋行ったらもう届けてあった。あとチョコレート、ちょっと待って、あの日付まで書いてある。ちょっと食べよう。うまっ。はい、ということで着替えました。夜にかけて、まあ、パーティーが行われるんですけど、今からパーティーに向かいます。向かいません。一回これでこのきちんとした格好でマンダリンのホテルの中を探検したら、その後まず最初にプールのオーナーに来ました。 Thanks you. Thank you. Thank you. Thank you. 当たり前のように眺めがいい。泳ぎたかったけど今日は4時までで終わりで、明日は7時までやってるけど、今日は31日大晦日なのでもう4時、今53分なんですけど4時で閉まっちゃうので入れないそうです。明日入りに行きます。はい、またスーパーマーケットに来ました。で今からまたマンダリンに戻って、でそうログ取っとくの忘れたっちゃけど、バリ仲良くなったっちゃん、演奏家の人2人と。でインスタも交換して一緒にセッションして、あ、一緒にセッションした動画がこちら。レッツゴー。 Thanks. Happy New Year. はい、ということでなんかもうとにかくなんかパーティーですよ。わかる？僕の光り方。僕はあんまこういうとこ苦手なんだけど、今日は楽しみ。Thank you.
2023年今年も皆さんどうもお世話になりました。たくさん、まあ、卒業式もあっていろいろなんか社会人1年目にもなってなんかいろんなところで弾かせてもらっていろんなコラボをさせてもらっていろんなあのことをさせていただいた1年になりました。来年はもっといろんなところで、やらせていただきいろんなところで知ってもらいそして僕の音楽をより楽しんでもらおうと思います。今年も本当にどうもありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。乾杯。ハッピーニューイヤおはようございます。1月1日午前8時半ぐらい朝日とともにこちらのマンダリンオリエンタルホテル、何階だっけ3階の、プールに来ております。もうこの初日の出を見ながらのプール夢を見てるようです。こんな生活したことないけんさ、ちょっと慣れてない感すごいけど、ちょっと慣れていきたいなと。これから今年はもう本当に飛躍したい年なので、もうこういう生活が当たり前のようになれるように頑張っていこうと思います。